ちょっと、iPod Touch のあの、フェイスタイムカメラ。あんまりおっさんがダラダラ喋ってもうざいだけですので。結構、結構。簡単に今日も済ましますけども、こちら、はい。難しいな、これ今日ね、片手でこう、ほら、わかる？こうなってるの。で、これ、ピントをどうやって押すかだよね。インカメラにピントなんてないのかな？ティラミス風パン。こっちピントないのか。ティラミス風って書いてますけど、これはね、奥ゆかしい。さすがだね、山崎さん。なぜならば、マスカルポーネチーズが入ってるんです。だったらティラミスって言っていいんですよ。ゲコ、ゲコ。この前もね、プレーンなレアチーズなんてものを買っちゃってさ、スプーンもフォークもお皿もなくて食べるっていう、向こうをお見せしてしまったので、やっぱこういうものはお皿でね、負けるけど。こうやってこういとこうか。よし、これ。ゲコ、ゲコ。昔からテラミナトさんのことをご存知の、あの、あなた。これテラミナトさんだろうと言うと思いますけど、こういう髪型してましたからね。たまにはこういうさ、あの、アグレッシブな、アクティブなさ、ビデオブログって感じでしょ、これ。なんか。ほら、こういう断面すごいでしょ。地層になってますから時代がわかりますよ。白亜紀、氷河期、1学期、2学期。テラミナさん上品だから、口なんかこうバーッと開けてとかダメだから、チョコボ口で食べるしかないね。ゲコ、ゲコ。うん。ん？これはコーヒークリームですね。マスカルポーネは。で、この3学期のとこにマスカルポーネらしきものが、あーこれひっくり返っちゃった。これだな。うわー。メール来てありがとう。これが多分マスカルポーネじゃない？ん？これはマルコポーロチーズ。こういうね、海外の文化が日本の文化と溶け合って、新たな文化が生まれてくるわけですよ。アメリカのあのゲームデベロッパーさんがね、なんかテラミナトさんのあの音楽、ちょっと気に入ってくれて、開発中のね、ゲームに使いたいんですけど、っていうことでね、何曲か見繕って送ったりしたんですよ。あれあれ。インターネットとか YouTube ってね、すごいそういう可能性あるね。私だから言っていいよ、音楽ディレクターって。ゲコ、ゲコ。山崎さん、ティラミス、風パンでした。ごちそうさまでした。これも見る？これ。これ便利なの。これ洗濯物入れるこれ。ほにゃほにゃで。そんなことはいいや。まあ、こういう回もたまにはあるってことで。せっかくのね、iPod Touch なんで、アクティブな、アグレッシブな絵も、うわーというのをね、撮ってみました。また。ゲコ、ゲコ、ゲコ、ゲコ。